Johnny, 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 Tiara, Junior, YouTube, wow! もうすごいなんかスッと出てこれる。友達の家に行こうということで、うん、去年ぐらいからですか、私4コマ漫画書かせてもらうんですけど、それの担当をずっとやってもらってます田辺さん、もうそれこそうちの YouTube でビッグバックチャレンジ、うん、何がどうなったか分からんけど、うん、あれ好きな人むちゃくちゃ好きで、うん、好きな人20回ぐらい見てるらしい、見てたかな、本当ですか、ありがたいです。岸あすかさんとスパー TV でやってて、うん、そこで岸あすかちゃんがどこの事務所だか分からんけど、そこの事務所の担当マネージャーかなんかもビッグマックチャレンジがむちゃくちゃ好きで好きで、どうしてもって言って目の前にビッグマック出されたらまあそんなことはいいんですけど、そんな田辺さんが引っ越したんですよ。俺また友達で一緒に野球もやってる、江原さんっていう方がいて、うちの家も家具いろいろやってもらってるんですけど、それでもちょっと頼んでテーブルを俺が大体イメージこんな感じでっていうのを江原さんに伝えて、江原さんにやってもらって、そのテーブルが完成したので、それを持って引っ越し祝いがてら田辺さんの家に行くと。でそれと俺アベマでやってる番組で恵比寿にホルモン屋さんが24時間で無人販売してるって、俺その番組で紹介したその日の夜行って買って食べて、めちゃくちゃうまかったよ。それを買って、でテーブルピックアップして、そのテーブル、作って、そのテーブルの上でそのホルモンを食べようかなって、うん、まずそのホルモンを買いに行きましょう。めちゃくちゃ洒落た感じの店やのに、あの目を見て、内臓無人なんすね。無人で、なんか取り放題なんで、すごいやろ。これ鍵もなんかかかってない。これ箱を選ぶ、うん、好きな商品を詰める。今6時過ぎやろ、はい、もうないねん。ソールドアウトになってます。ティアラ、スマチョウ、お手間なんない、スマチョウとか、やっぱめちゃくちゃ人気だよ。もうほぼほぼないもん。牛すじ煮込み、ちょっと見てみて、はい、もっと早く来なかったら、全部セルフ、セルフ、あ、こんにちは。こんにちは。この間あの番組で、ああありがとうございました。ちょっとだけあったので、あ、いいですか。プリンパッカー、牛タンシチューだったらまだ。すごい人気なんですね。ちょっとなくて、すみません、申し訳ない。これででも、大丈夫ですか。そうですね。単純に、防犯的なことは。あ、防犯はそうですね。そうか、恵比寿やから逆に大丈夫やろな。それはある。ねえ、何時ぐらいに新しくそのあれが入るんですか。ちょっともう週末です。朝入ることもあれば、夕方入ることもあって。ああ、じゃあ、何時頃来たら品ぞろえいいとかっていうのはあんまり分からないですね。そうなんですよね、はい、肉が入ってから調理日の工程があります。なるほど、はい、すいません、ありがとうございます。お召し上がりください。さあ、こちら中目黒ギャラップさん、ここの江原さんって方に俺も昔からテーブル作ってもうたり、椅子作ってもうたり、あと古材をずっと扱ってあるんで、うちの家の階段とかフローリングとかは全部ここで。ちょっと行きますか。こんにちは。お願いします。こんにちは。ご本気ボーダーズの同じメンバー、江原さんです。どうもどうも、はじめまして、江原と申します。YouTube って言ったら、サタンとこでいろいろ江原さんもね。DIY チームの塗装とか、資材関係ちょっとこう提供したりとか。素敵なお店です。ありがとうございます。今
ほんま、いろいろお世話になってて、うん、うちの家のドアなんかも全部アンティークとかでね、ガレージの取っ手とかこのこれ、これでしたっけ、これですよね、これですよね、これですか、これです、これが天板、まあこれ中はもうね本人に開けてもらった方がいいもんね、田辺さんに、はい、ゴーミーボーダーズの監督に、監督にねで、これが足、足です、これは俺別で買ってこれを向こうで取り付けると。じゃあ早速行きますか、行きますか、あのテーブルで、はい、マルチョを食べよう、はいさあ、こちら新居、はい、はい、お願いします。すいません、持ってきましたよ。おはようございます。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。いや、全然いいです。上にいいですか。もちろんです。田辺さん、はい、これ持ってきたんで、ありがとうございます。で、あそこにダイニングテーブルが欲しいって言うから。そうなんです。え、はい、じゃあこれを恐縮です。3秒で開けてください。1でやります。3秒シリーズですか。3秒ちょっと難しいですよね。あ、そうですか、はい、じゃあゆっくりでいいです、いいですか、はい、ありがとうございます。すごい、すごいっす、かわいいでしょ、むちゃくちゃいいっす。おっ、うん、G がある。そうすごい。これが綾原さんのアドリブで、はい、すごいっす。え、むちゃくちゃかっこいい、入れさせてもらいました。え、これで何かやるんですか。これこれは足を、あ、そうなんですね、はい、はい、足つけますんで、はい、バルトも出るわ。そうです。さあ、はい、じゃあちょっと、よいしょ、いいですか、はい、あ、これはええわ。さあ、どうですか。最高です。ちなみにこれもあのジュニアさんからかつていただいた椅子でございます。ねえ、はい、これトラックのええやつですよ。これ、これ、これむちゃくちゃいいですよ。これも覚えてますよ。あ、本当ですか。はい、この木製ブラインドに。やった。これも全部エアーサイから 100%、 漢字だけ伝えて、はい、配置が素晴らしい。ありがとうございます。ゴホームボーダーズ、はい、背番号3番。私背番号3で、では一応俺からっていうことで。ありがとうございます。お願いしてみるもんだなと思って、こんなめちゃくちゃいいのをいただけるんだと思って。こういうのででももう感覚的なあれなんですか。感覚でしょ。色の配置はめちゃくちゃ感覚。こんな塗り始めの状態で、こうマスキングテープでちょっと枠をつけながら、徐々に徐々にこう塗り足しては、すごい。バランスを見て。結局センスはやめ時やと思うんですよ。なるほどね。いや、ほんとそうです、ね、止まんないですもん、これね。練りすぎない。そう、 どこで止めるか、どこでやめるか、うん、初期の段階でどこ間引くか考えてます。なるほど。で、ここでホルモンをね。おホルモン、ホルモンを焼いて食べようという。最高ですね。はい、いろいろ買ってきましたんで。いや、よかったわ、喜んでもらえて。ありがとうございます。ありがとうございます。え、本当にこれでいいんですか。え、今これだけですよ。あ、大人な YouTube でしょ。ただただ人がちょっと喜ぶっていう、はい、いや、少なくともまた多分ビッグマックとかっていうくだりがあるのかなと。ちょっともうそういうのはうちやってない。あ、そうですか。